龍馬軍が婿の民を襲っている。その知らせを聞き天衣は激怒した。戦場にはまだ逃げ遅れた民が大勢いる。相手が誰だろうが関係ない。弱き命を救うため悪雷天衣は駆けるのだった。龍馬ども、民を襲うなんざ許せねえ。すぐにぶっ飛ばしてやら。逃げ遅れた奴らは全員わしが救ってやる。お助けを待ってろ。悪雷天衣様が今言ってやる。父上、民が襲われています。攻撃しているのがどこの軍かは感じかねますが。そのようだね。踏み殺しというわけにはいかない。助けに行こうか。あなたも民を救おうとしているようですね。お名前を伺わせてください。わしは天衣ってんだ。目的が一緒なら手を組まねえか。まさか三国時代のあの天衣か。あっと、話は後だね。喜んで共闘させてもらうよ。やる気の数が気がかりですね。正面突破では兵に犠牲が出かねません。まず敵拠点を制圧し、そこに敵を引きつけます。その間に迂回して民の元へ向かってください。少子好きよって。その武勇、戦況を有利にしてくれるでしょう。敵は誘引できたようです。今のうちに迂回して民のもとへ。存分に痛めてやる。これにより。
るくがいい。いや、君を見ていると飽きないね。大丈夫か？悪雷天衣が助けに来たぜ。ありがとうございます。我らの食卓へようこそ。全軍集まれ。うまそうな武将が釣れたぞ。おい、驚いたか、たじろいだか。民を餌にして貴様らを殲滅する腹だったのだ。民よ、我々を誘い出すためのおとりに彼らをないがしろにするまで見過ごせません。民を餌にしたうまそうな敵がいっぱい来る。いい手を触ったぞ。なんと無様な、こんなところで負けちまうぞ。おめえもなかなかのもんじゃねえか。骨ごと噛み砕いてくれよ。我が棍棒のサビにしてくれるわ。今日は調子が悪い。あばよ。その武勇、戦況を有利にしてくれるでしょう。邪悪な、どいつもこいつも神軍だ。ぶっ潰してくれる。倒しても倒しても湧いてきやがる。これじゃ切れがねえ。どうすればいい。手薄になっている後方に奇襲をかけるんだ。ただ誰かがここで敵を引きつける必要がある。危険なおとり役だが、果たして。わしに任せとけ。大軍相手に暴れるのは得意なんでな。どっからでもかかってきやがれ。この悪雷天衣が民には指一本触れさせねえ。さすがは後世に名の伝わる豪傑だ。この場面、彼以上の適任者はいないだろうね。ええ、凄まじい迫力です。私たちも急ぎ敵の後方へ向かいましょう。いや、君を見ていると飽きないね。苦しめてやろう。どんどん様に。その武勇、戦況を有利にしてくれるでしょう。いや、君を見ていると飽きないね。急がないとね。
ここで朽ち果てる。こんなところで負けちまうとは。その武勇、戦況を有利にしてくれるでしょう。この先だ。奇襲におあつらえ向きな地形になっている。坂落とし、さしずめ一の谷の戦いってところかな。まさか異界でやるとは夢にも思わなかったけど。後ろから敵が。そのバカな。うわあ。敵は混乱している。これに乗じ急ぎ敵陣を奪うんだ。敵陣を抑え、後方は崩した。さあ、ケイン殿と合流するとしようか。後方から崩れた敵は撤退せざるを得ないでしょう。民の安全はひとまず確保されました。ですが、元凶を逃しては民の安寧はありません。おめえもなかなかのもんじゃねえか。我が棍棒のサビにしてくれるわ。いや、君を見ていると諦め。さあ、相手になるぞ。こんなところで負けちまうとは。後ろから敵だ。逃げろ。天意殿、奇襲は成功、戦況は逆転だ。君がこの難しい大役を務めてくれたおかげだよ。うまくいってよかったぜ。ちょっとばかし危ないとこだったかな。大変です。後方から我が軍は総崩れ。なんでも奴らが崖から降ってきたとかだよ。とっととずらかるぞ。このままでは食らうどころか食らわれかねんわ。高影の予想通り敵は撤退を始めたようだな。だが逃がすわけにはいかない。よっしゃ、敵の総大将をぶちのめしてやるぜ。少しで戦場を抜けられる。やはり急いで逃げ出して正解だったと思いましたか。残念ですが、退路は塞がせていただきました。おのれ、どきやがれ。その武勇、戦況を有利にしてくれるでしょう。名こそ真の戦国武将だ。おねごと噛み砕いてくれよ。おめえもなかなかのもんじゃねえか。シーズン、あがくがい。神の味わった恐怖、知って思い知ってか。さあ、覚悟しやがれ。こうなったら、破れかぶれだ。やられた。皆が持ち味を生かして任を全うし、
一致団結して戦えた。これが勝因だったね。民が助かって本当に良かった。協力に感謝します、テイ殿。いや、おめえらなしじゃどうなってたか。礼を言うのはこっちの方だぜ。いや、それにしてもテイ殿の武勇はすごかった。さっきの活躍まだ目に焼き付いているよ。そっちの策も大したもんだったぜ。おめえらみたいな頭のいいやつがいるからこそわしらは体張って動けるんだ。お褒めに預かり光栄です。ところで天意殿、今更なのですが、ここはどこなのでしょうか。いろんな世界がつながった場所らしいぜ。わしもよくわかんねえが、危険な連中がうじゃうじゃ嫌がるのは間違いねえ。もし行くとこがなけりゃ一緒に来ねえか。おめえらは頼りになるしよ。それは願ってもない申し出だね。様々な英傑の活躍も見られそうだ。歴史家の卵としてぜひとも同行したい。私も参ります。どこの世界であろうと戦乱に苦しむ民を放ってはおけませんから。話が早くて助かるぜ。これからよろしくな。歴史を見に行こう。今日は夢の間なれば。うん、これでよかろう。では問題です。どうぞ。この木は何？この木は芝です。お昼の前に話すことはありますか？馬の刻の前に言うことですか？許すですね。さすがですね、諸葛亮殿。お褒めいただくほどのことでは。昔書物で見たことがあったのです。諸葛亮殿が天下の地望と三寸不乱の下で今地望。ああ、治癒賢美の頃し。元気殿、嬉しそうですね。天下無双の武、ここに極まれり。
本能寺は人間の知略によって守られた。神の降臨を招く腕は、これを使うことをためらっていた連合軍は一つの決意を固める。腕輪を使ってゼウスを降臨させ真意を問う。織田信長の時と同様、相手の考えを知らねばこの世界でどうすべきかも定められぬと考えたのである。そんな中、民に崇められている人物がいるとの報告が入った。もしや腕輪の力を使った人間では。連合軍は一縷の望みをかけ、その人間との接触を図る。ほう、お前たちも噂を確かめに来たのか。またチカ、先を越されたのじゃ。何か知っておるのか、教えよ。娘は卑弥呼というらしい。腕輪を持っているかは知らんが、不可思議な力を操っているのは確かだ。分かっているのはそれぐらいか。ほう、ではこれからみんなで卑弥呼とやらについて聞いて回るのじゃ。卑弥呼とやらを探すのじゃ。きっとその者が腕輪を持っておる。皆に崇められているなら知る者も多いはず。付近の者に話を聞いてみましょう。卑弥呼、何やら幼い少女の面影だ。ですが思い出せません。そこの者、教えよ。卑弥呼とやらはどこにおるのじゃ。何、さては貴様も卑弥呼様には指一本触れさせんぞ。やめよ、わらわは卑弥呼とやらに会いたいだけなのじゃ。居場所を通っただけで襲われるとはどういうことだ。ほどのしまいどころが悪かったのかな。気を取り直して次に行くのじゃ。卑弥呼について聞いて回れなどと、あの小娘私に指図しようって。尋ねようにもこの辺りには人がいません。父上、向こうの砦の方へ行ってみましょう。そちは卑弥呼とやらの居場所を知っておろう。わらわに教えよ。証拠りもなく戻ってきた。今日こそ滅すよ。わらわは居場所を知りたいだけなのじゃ。なのになぜみんな怒るのじゃ。全部の記憶に奴らの警戒ぶり。俺たちがここへ来る前、何かあったか。なぜ誰も教えてくれぬ。意地悪なのじゃ。あと一人だけ試してみるのじゃ。この辺りにも人はおらぬ。門も開かぬとは無駄足だったか。骨ごと噛み砕いてくれよ。そこの親切そうな男、教えよ。卑弥呼とやらはどこにおるのじゃ。様ら、また卑弥呼様をさらいに来たな。この先には絶対に行かせん。だから誤解なのじゃ。わらわは卑弥呼に会いたいだけなのじゃ。よくやった、褒めてやろう。もしや卑弥呼なる者が狙われているのか。一体何があったのか。黙れ、狙ってるのは貴様らだろうが。こんなところで負けちまうとは。
がいい。誰も教えてくれぬ。しょんぼりなのじゃ。先ほどのこの先には行かせないと。もしやこの奥に卑弥呼なる者がいるのでは。ダメ、そうじゃ、そうに違いない。あの砦に卑弥呼はおるのじゃ。上等、そのままひた走れ。つもりはありません。どうかそこから出て話を聞いてくれませんか。ちょっと先客がいるなんて聞いてないんですけど。
あなたたちも腕輪の在りかを嗅ぎつけてきたわけ？ふん、脳はなくとも鼻は効くらしい。どっちにしろ邪魔なやつは排除するだけだ。中でおとなしく待ってるの。あなたがそそっかしいんだからいいわね。うちの名前までわかっとる。すごい、きっと救いの神様や。うち言うこと聞く。このままではダッキーにさらわれてしまうのじゃ。ヒミコを助けるのじゃ。どこへ行くのです。待ちなさい。救いの神様の窮地や。黙って見てられへん。いないね、男はばかりいたわるなら、うちも味方に加えとくエース。よくやった、褒めてやろう。おう、やるな。おう、頼もしきご活躍。私も見習わなくては。あのような目に遭おうと。この世界は計り知れぬ。ですが、英雄と呼ぶべき人物は実に多い。これほど勉強になる世界は他にありません。よくやった、褒めてやろう。異世界とはいえ、こうして当該殿と共に戦えること心強く思います。自分も同感だ。共に力を合わせ任務を全うしよう。今度会うたら絶対許さへん。行こう、ダキちゃん。あれ、なんでうちも名前知ってるんだろう。行きましょう、ヒミコ。この調子ならオロチ様にもすぐ会えそう。皆さん強って本素敵どした。ヒミコ様もいなくなってしもたし、これからはこちらでお世話になります。お国さんがそう言うなら、天下の大泥棒この石川五右衛門様もついていくぜ。それにしてもいい男半揃いで、うちうれしおす。皆さん、気張っていきましょいな。ああ、よろしく頼む。ところで、あの卑弥呼とかいう娘は蛇の腕輪を持っていなかったか。いや、心当たりはありまへんけど。けどそういや、この近くで蛇の宝が祀られてるって聞いたことがあるぜ。ヘビ、怪しいな。行ってみる価値はあるかもしれん。ええ、敵に先を越される前に急ぎましょう。はんなり行きましょう。待ちに待った出番でい。俺は執着。新しい腕輪が見つかりそうでよかったです。手に入れて戦えば神様にも対抗できるし、
ゼウスさんの降臨にもつながりますよね。でもこのままいけばきっとまた兄上たちや趙雲殿とも戦わないといけないんですよね。銀平殿、ならばその方たちを味方に引き入れてはいかがでしょう。彼らは主君である竜禅殿のためやむなく従っているはず。私たちで解放できれば。腕はもう手に入るか。しかしそううまくいくだろうか。新たな腕輪も急ぎ確保せねばならぬ。どちらを優先すべきか。どちらもがいいじゃろうね。わし欲張りだからいいこと思いついちゃったよ。こちらが新たな腕輪を手に入れ大掛かりな戦の準備を始めたと技法を流すのはどうかね。そうすればアレスたちの目はそちらに向く。なるほど。本隊が彼らを食い止めている間に別の隊が本物の腕輪を確保するのですね。うん、その隙をついてもう一隊が手薄な敵地へ忍び込めば竜禅も救えるか。さすがは宿敵。竜禅さんの居場所調べは忍びにお任せよう。ならば私が敵本隊を引きつけましょう。銀平殿、もし辛ければあなたは下がっていてください。うん、何も兄と戦う必要はあるまい。こたびは父に任せておくがよい。雪村殿、父上ありがとうございます。そういえば一つ気になることがある。先の戦であのダッキという女、魔王オロチの名を口にしていなかったか。ええ、間違いありません。もうすぐオロチに会えると。なんだと、どういう意味だ。そもそもダッキはここで何をしている。オリュンポスの神と手を組んだのではあるまいな。ダッキはオロチのかつての参謀。あの魔王を蘇らせるためなら何でもするだろう。私たちもいろいろ調べる必要がありそうだな。おう、てめえら聞いたか。俺たちと戦ってる奴らが凶悪な兵器を作ろうとしているらしいぜ。凶悪な兵器だと？そりゃ放っとくわけにはいかねえな。本当？小右衛門さん、そんなの初耳だけどな。当たる前だろ。俺様だけが仕入れた情報で大泥棒の諜報力をなめんじゃねえ。てなわけでその設計図を今から盗みに行かねえか。敵の企み、あ、食い止めてやろうぜ。なる全ての者の不要、総身の力で我に挑むがよい。天下無双の武、ここに極まれり。
敵が凶悪な兵器を開発している。石川五右衛門が持ち込んできたその情報は味方にとって寝耳に水であった。放ってはおけないと意気込む遠飛と張飛と半信半疑の今孔明竹中半兵衛を連れ、五右衛門は設計図の強奪を目論むのだった。おうてめえら、用意はいいか。ちょっと待て、よく考えてみたが盗みなんだ性に合わねえ。兵器自体をぶっ壊すんじゃダメなのかよ。ダメに決まってるだろ。その理由はだな、めちゃくちゃ頑丈な兵器だからだ。なんだかよくわからない話だね。ああ眠くなってきちゃった。昼寝してから行くのじゃダメ。もうさっさと行くぞ。俺様としたことが人選を間違えたかもしれねえ。この城に設計図があるって話だ。凶悪な雰囲気作らせてたまるか。凶悪な雰囲気ね。まあいいや、進もっか。誰か門を守ってやがるぜ。来たれ、スイ。さばれると面倒だ。さっさとのしまえ。ずっとらしく素早く決めてね。貴様らここで何をしている。ああお疲れ様です。和平の使者として参りました。なら良いが、このような子供を使者としてよこすとは。にあんな風にごまかすなんて、アンベー、てめえ大泥棒の素質があるぜ。子供か。ああ、やっぱりあいつら倒そう。大丈夫、騒ぎになる前にやるから。いきなり何？ちょっと雰囲気怖いんだけど。難しいと思ったら盗っ人か。者ども、出会え。場外の味方にも知らせよ。くっ、妖怪槍にかけ、来たれ水流。くっ、バレてーら。仲間を奪われるとやべえぞ。ここは俺に任せとけ。おめえら伝令兵をぶっ倒してこい。なんとか仲間を呼ばれずに済む。よし、戻ってちょいと合流するぜ。なんとか大騒ぎになる前に倒せたな。他の兵には気づかれてないみてえだぜ。わあ、すごいの見せてもらっちゃったよ。
父上？ここで一体何を？まさか父上の盗賊とは。今作遠慮はいらぬぞ。今の我らは敵同士、かかってくるがいい。わかりました。では全力で挑みます。死ぬつもりはない。撤退する。まだ兄者の息子でよかったぜ。我が子に会ったらたまったもんじゃねえ。いいぞ、その調子だぜ。城がこういう作りなんだから、俺様の読みではこの辺りにあるはずだ。お前ら何してる。そうか、噂の盗賊だ。完全に五右衛門と一緒にされてんじゃねえか。こんなバカらしい任務、さっさと終わらせてやら。この盗賊だ、強引すぎるぞ。やっぱこっちの方が話が早いな。で、設計図ってのあったのかよ。見ろよ見ろよ、お宝の山だぜ。お宝、ふん、やっぱり設計図じゃないんだ。はっ、やべえ、いや、これはその、おめえ、俺たちを騙しやがったな。ふざけんな、ぶっ飛ばしてやる。俺様、一生の負荷あった。黙れこの野郎、おめえのせいで俺は盗賊扱いされたんだぞ。そうだ、やっちゃえやっちゃえ。昼寝してればよかったかな。俺様が悪くて謝るから許してくれ。まあ結果的に敵の物資を奪えたし、今日はこの辺にしといてあげようよ、長尾さん。わあ、すごいの見せてもらっちゃったよ。絶対に逃がすんじゃねえ。あんたがちょっと騒ぎすぎたみたい。やべえ、急いでつらかるぞ。
どいてもらうぜ。長藩の英雄、上盗賊にしちゃったね。後でどうなっても知らないよ。え、張飛ってちょっと強いおっさんじゃないの？てめえ、後でたっぷり思い知らせてやるからな。ゴエモンさん、火に油注ぎまくってる。あれもすごい度胸。さっきから敵は知ってる連中ばかり。嫌な予感しかしねえぜ。盗賊なんて許せない。覚悟して。まさか父を。制裁。父を。ついに酒代発作に盗みまで。違うんだよ制裁。俺はこいつに騙されて。言い訳ない。情けない。
ったな。もうすぐ出口で張り切っていこうぜ。超ヒー、俺もおめえに分かった。俺のこの悲しみがよ。盗賊め、ここはこの長方が通さねえぜ。おやじ、やっぱりおめえも来ちまったか。ああもうやけくそだ、かかってこい長方。親父の悪行を止められないなんて。否定したいところだができねえ。お宝持って脱出成功ってなわけで、一点ラドゥーチューク。それはどうかな、ゴエモンさん。誰かが本当に凶悪な兵器になっちゃうかもよ。お宝を手に入れて、あ、無事脱出。やったぜ、もう言うことなしで。だけど残念なことに凶悪な兵器は完成しちゃったね。敵じゃなくて味方の方だけど。は？何言ってやが。ゴエモン、てめえふざけやがって。長飛、あ、いや長飛さん、何のことでしょう。とぼけんじゃねえ。おめえのせいで俺は知り合いに賊だと思われた。それどころか制裁にまで。天地がひっくり返っても許さねえ。覚悟しやがれゴエモン。待て長飛、話せばわかる。ギャー、うわ、すごい破壊力。これ戦のたびに長飛さん怒らせたら必勝じゃ。あ、それじゃあ五右衛門さん並みが持たないか。俺はしゅ、ん、これでよかろう。戦場を混沌で染め上げてやろう。ゴエモン、おとなしく。
Thank you.